たよねです。今回は、他の YouTuber さんが挙げられている動画を2つ見て、勉強していこうと思います。まだ YouTube 始めたばかりの人や、これから始めようという人にとって参考になると約束します。では、Here we go。開始早々、威勢がいいです。出だしは、肝心ですね。おい、なんでだよ。なんでお前 YouTube を、感情が動いてますね。感情を動かせるのは、役者ですね。意味わかんねえよ。なんでお前で YouTube が見えないんだ。俺はお前と YouTube を見ていた日々を忘れられたけど、まあそれでも俺はお前のことを忘れていない。だからお前もっと YouTube 見れるようになれよ。改善されろよ、お前。いかがでしたでしょうか。私は学びました。動画の最初にインパクトを与えること、感情で訴えかけることは YouTuber として必要なことである。では2本目の動画に行きましょう。発想が今までにない感じで無謀さに溢れてていいですね。音楽が素晴らしいですね。何の曲か今度調べます。Yes. ごめんなさい。全部飲め忘れてた。本当にごめんなさい。いかがでしたでしょうか。私はまた学びました。強人ではないところを見せつけること、視聴者を引きつける選曲も重要である。非常に勉強になりました。 YouTuber の方々ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。